ルソン、関野、マカドゥに入れます。ダブルチーム、石井が開きました。オープンです。3、あのパスつなげてますね。はい、ミドラメコーナーに石井、ミドラメ石井選手調子いいですね。マカドゥ逆のコーナーに関野、ベンドラメ3沈めてきました。トラベリングアピールした茨城ロボッツベンチですがなし。正面からアレルソン、石下から行こうとしましたがハレルソンが狙いすぎましたね。ここはイージーバスケット渡辺だね。ビン・ジョーンズ、うまくボードを使った、はい、いやうまい、はい、今日は2本目ですね、はい、いやークロスオーバーからスリーまた来た。いやーナイスプレー。福田選手のディフェンスの動きをもう読んでるような感じでしたね、はい、先に先回りショートしたところをしっかりクロスオーバーでかわして自分のタイミングでシュートを打ったので素晴らしいプレーでしたね、オフェンスリバウンドなかなか取れてません。渋谷追いついた福澤、鶴巻も間に合った。石渡辺も戻って叩いたジェイコブ戦、もう1回石打ってきました。いや2回腕は決まりますね。特に前回の対戦ではよく決めてました。おお、いや森田ね、今度はどうかの関のコーナーから打つ。森ザネステップバックロングレンジ3、森ザネフロムダウンタウン、はい、森ザネあと10秒ついていきます。C ドライブイン、ジョーンズ3ポイント。のペイントエリアの侵入からキックアウト、そしてジョーンズ、はい、まず石で行こうという渋谷、ベンドラメ鶴巻を見ます。ベンドラメ勝負しました。すぐに運ぶ石井康介、今度は外さない、はい、ハレルソンフェイク、マカドゥ、マカドゥ左手で行きました。ファールはなし。跳ね返った福田、もう一回関野自分で取りに行った。もう一回これで渋谷ハレルソン、オープンになりました。オフェンスリバウンドベンドラメ取って、もう一回渋谷ベンドラメ、ハレルソン、マカドゥ、ファールになりました。身長の面でもやっぱりタップスコットの方が上ではあるんですが、ただ渡辺も体強いので、まあ、身長のミスマッチぐらいになってますよね。大石、はい、アートスティール、ジョーンズに入れます。ゴール下渡辺、森田ね、今度は右から渡辺、オープンになりました。ベンドラメンレオ、鶴巻は森皿を消しています。赤ヌ勝負する、流してハレルソンフォロー。平尾選手シュートダメで最後のタフでよくつなぎました。石味方を動かします。おー、決めた。ハレルソンのスクリーン使って、そうですね、スリーポイント、いやもう触ったりも頭抱えてましたけど、いや、はい、これ決めるんだっていうショットですもんね。まあ今日一難しい、マカドゥ石、ワンパス
スでマカダに合わせた。ペンドラム、もう一回マカドゥ、石井がもらう。再びマカドゥ、今度は右から来て決めた。マカドゥもう一回。おマカドゥ、ターン1。3連続ですね。ではあったんですけど、そうですね、急にこう目覚めたっていうような感じですね、うん、この時のためにもし渋谷が取っておいたんであればここでしっかり取れてるマカドゥもすごいんですけれども、つまき激しくいくゴール下に渡辺、渡辺が戻ってくる、あーセール渡辺、光明が見えてきましたね、うん、76対85、サンロッカーズ渋谷非常に厳しいです。鶴巻がベンドラメを見ます。コーナーに関野がいた。コントロールタップスポット、それでジェイコブセンに入れます。ハレルソンが2、守りました渋谷、ナイスロックですね、まあ、昨日あそこで、ね、しっかり前に詰めてますね、うん、あと5秒石流れながら、おお決めました。はい、非常にオフェンスとしては嫌な存在です、うん、うわブロック、はい、もう2つ目ですねブロック、はい、ジェイコブセンには通らず、ね、ちょっと狙いすぎましたね。マカドゥ、あ、ナイス、完全にフリー走ってました関野、はい、ハレルソン、ベンドラメ、オープンになったのは関野、今度はどうか、来た、狙うタップスコット、それでもつながってハレルソン、川谷クロスオーバーからステップアップ、スリー、次に広瀬が行く、両手横も戻っている、うわー、すごいステップですね。川谷、広瀬回して森田ね、中へ進入、ステップを踏む、田島が見る、石井、ケビン・ジョーンズ、スリー、いいですね、ジョーンズはもう一回ハレルソンへ、渡辺、中が空いているのを見ている、ブロックショット、ジェイコブセン、その後ベンドラメ、両手欲が渡辺を見ます、ハレルソン、開いた、ね、オープンになったぞ、石井康介、はい、これはもう入りますよね。はい、ケビン・ジョーンズ抜き直ってよく決めてきました。あと4秒、打つか、川谷打ってきた、どうかな、来た、おー、来た、ワン・スリー、タプスコット、関野がいる、はい、2対2、ベンドラメを走る関野、自分で行きました、オフィシャルタイムアウトです。いや、ね、簡単にはやらせてくれないですよね、ベンドラメパス、お願いします、ジョーンズカウント、いいパスでしたね、はい、あと5秒、ベンドラメ、福澤旗来ましたがハレルソンがいた、川谷スイッチして西野止めて、はい、落ち着いています西野陽、はい、ここには平尾つないでハレルソン、よくつなぎました、はい、広瀬、外でハレルソン、中に石井が行きます、つないでベンドラメ、スリーポイント、茨城としては非常に優位ですね、かいくぐってベンドラメ、マカドゥ、平尾対石井、激しくやり合う、関野、両者に向かう、ナイスドライブ、石井スイッチ、お願いします、マカドゥ、あーとファールになりました、雰囲気もある中でベンドラメが大丈夫と、まあ、ここで抑えて、はい、ガイドを作ってくれましたね。それでもベンドラメ、マカドゥ、ジェイコブセンがつく、マカドゥ、谷口、
中に行く、飛ばせて、ブロック、ジョーンズ、よろしかったですね。ただその後にジョーンズのブロックです。はい、谷口、タップスコートが入ってます。福田、ブロック来ました。チェックが入った、田渡り、はい、ローテーションもいいですね。はい、ベンドラメが飛び込んできた。エンドワン、ここ見て入れた後にベンドラメが縦にカットしてきたので、はい、そこをやられましたね。よく見てますね、ディフェンスを。ここで、立ってトップで受けるだけだと茨城のディフェンスも間に合うんですけど、ったこうやって決めるんだという森澤ね。近いところ渡辺、ここでよく決めました。オープンになりました、渡辺スリー。今日も渡り勝る、渡辺がゴールした。外にはハレルソン、渡る川谷、ハリソンに入れた、左手、これで32点。石井チェックありましたが、ジョーンズ